ウィリー・アル・フォード・ソーントンは、アメリカ合衆国、ジョージア州、ペリー出身のバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード、スモールフォワード。203センチメートル、100キログラム。ペリー高校卒業後、フロリダ州立大学に進学。ソーントンの大学生活は、試合には参加できない、練習生である、レッドシャツとして始まった。2003から04シーズンからは、 正式に選手として登録された。最初の2年間は控え選手だったが、3年目の2005から06シーズンからは、先発に抜擢され、チームの大黒柱として活躍。16.1得点6.9リバウンドの成績を記録した。翌2006から07シーズンには19.7得点7.2リバウンドの成績を残し、カンファレンスの得点王となった。 AP 通信選出オールアメリカンのサードチームにも選ばれている。カレッジ通算で FG 成功率52.8%、3P シュート成功率45.1%、フリースロー成功率70.1%と高いシュート力を誇った。大学卒業後、2007年の NBA ドラフトにエントリーし、1巡目17位指名で、 ロサンゼルスクリッパーズに入団した。このシーズンのクリッパーズは、大黒柱のエルトンブランドが、ほぼ全球するなど、パワーフォワードのポジションが極端に不足していた。そのためルーキーのソーントンにも多くの出場時間が、割かれ、ソーントンは、その期待に応えた。 ルーキーイヤーとなった2007から08シーズンは12.4得点5.1リバウンドを記録し、オールルーキーファーストチームに選ばれた。翌2008から09シーズンもクリッパーズは大量の故障者に悩まされたため、ソーントンにはさらなる出場機会に恵まれ、このシーズンはチーム2番目の平均16.8得点を上げている。しかし、 NBA には定着することができず、その後は、ワシントンウィザーズ、ゴールデンステートウォリアーズでプレーした後は、海外リーグでプレーしている。2019年2月島根スサノーマジックに加入。ありがとうございます。